パナソニックの石井と申します。おそらく、ほとんどの皆さんは初めまして、Linux に実は使い始めたのを初めて買ったのは4年も経ってなくて、かなりこのここにいらっしゃる皆さんに比べるとだいぶ有利な人間がちょっと生意気になってしまったんですけど、オープンソースやり始めてからもうなんて楽しいんだろうという人を思ってて、まあ、ようやくちょっと先月の UC で初めての発表できてきて、ようやくちょっとキャッチアップできてきたかなという気持ちなんです。よろしくお願いします。今日の発表は、ダイナミックトレーシングツールを、まあ、ARM で使ってみました、まあ、ARM で使おうと思って今どういう状況ですというのを使ってみましたっていう、まあ、すごくこう広く浅い情報ですけれども、皆さんにご紹介したいと思います。パナソニック の、 オートモティブの、セクションで、まあ、ここにいらっしゃる谷川さんと同じチームなんですけれども、IVA の開発をやっています。で、まあ、カーネルの開発担当したりとか、あと U-Boot の開発担当したりとかしてるんですけれども、最近は、Linux のデバッキングのツールを中心にやってまして、まあ、その中で、オープンソースのツールをいろいろやってみたと思います。で、まあ、ちょっと大変なことを言ってるんですが、まあまあ組み込みでも、まあ、組み込みとダイナミックトレーシングというのは結構相性のいいものだと思っていて、もっと使われるといいなと思うんですけども、あまりなんかその、まあ、特に組み込みでは使ったという情報が少ないなと思ったので、まあ、そこを、まあ、プロモートするというモチベーションでやっています。で、まあ前半の部分は、まあ、知ってる方にはつまらないかもしれないんですけれども、まあ、ダイナミックトレーシングを使うと、まあ、こういうことができますというのを、まあ、機能とツールという観点で、まあ、割と最初のところも、ご紹介しようと思います。で、後半は、実際に、エアキーと共に、このツールをコーティングしたというようなショットです。で、まあ、すでに説明した通り、パナソニックで、IVI の、プロダクトの開発をやってるんですけれども、まあ、もしかしたら、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけど、パナソニックというのは、まあ、IVI の、まあ、OEM として、主に OEM として、サプライをやっていて、でかつ、まあ、OEM としては、世界一らしい、世界一の規模の、OEM、IVI のサプライをやっている。で、まあ過去から、RTOS を使ったりとか、いろんな OS を使ったりして開発してるんですけども、最近は、まあ、Linux を使って、まあ、ArmWave、Linux を動かしてという、形で、IVI の開発をすることができます。私もそれをやっています。まあ、IVI、まあ、結構注目を集めてるかもしれないんですけれども、どんどんこう規模が大きくなっていっています。で、まあ、それに伴って複雑性も増しています。で、今まではなかったような機能がどんどん追加されているという背景があって、まあ、ナビゲーションもあるし、音声認識もあるし、マルチメディアもあるし、データベースもあるし、ネットワーキングもあるし、まあ、いろんなものとデバイスのコネクティビティもあるしという形で、まあ、どんどん機能が増えていっています。で、まあ、これを、実際に動かそうとすると、まあ、結構最新のハードウェア、彼の性能が必要になったりとか、まあ、あるいは、まあ、いろんな機能をこう効率よく開発しないといけないので、こうどんどんこうオープンソースの市場が増えていったりというような背景がありまして、まあまだ製品では ARMv8 とかは使ってないんですけども、まあ、近い将来のうちに ARMv8 の 64bit、まあ、AI 機種を使ったりとか、まあ、その AI 機種を使ったために、カーネルを最新にする、AI 機種向けの、最新のドライバーがあるような Linux4.x ぐらいの、カーネルを使ったりということが必要になっていると、まあ、加えて、まあ、100以上くらいの、まあ、足したようなそのオープンソースのコンポーネントを使う必要があります。で、まあ、結果としてはどうなるかというと、膨大な量のソースコードが、ソースコードの量が非常に膨大になってしまう。で、まあ、あと全部がオープンソースなわけじゃなくて、今までこう開発してこう新しい OS にコーディングしたような自社開発のソースコードというのがあるんですけども、まあ、自社開発のソースコードというのは、まあ、得てしてオープンソースよりも読みにくくて理解しにくいので、結局のところ、まあ、一人の開発者からしてみると、もう全部わけわからない。全部わけわからない。大量のソースコードがあるという状態から開発をスタートしなきゃいけないという
非常に刺激的な結構深刻な問題だと思うんですけど、まあ、そういう状況になっています。で、まあ、そうなった時にやっぱり一番問題なのか、一つ大きい問題になるのが疑惑です。まあ、何か問題が起きた時に、まあその原因をこの膨大なソースコードの中から探すとか、まあ、100個以上あるコンポーネントの中から探すという、ね、いうような必要が出てくるので、まあ、そこに対する何か新しいアプローチが必要になるというような背景です。で、そういうアドバンストな、アプローチというのは何でしょうかというと、スカイネットトレーシングです。で、まあ、ご存じの方にはすごくつながらないんですけれども、ダイナミックトレーシングというのは、まあ、どういうふうに定義できますか、どういうものですかという話になるんですが、まあ、一言で言うと、あらゆる関数、まあ、ほぼ全てのあらゆる関数に、いつでもアタッチして中身を見ることができるという、説明でいいんじゃないかと思います。で、まあ、例外としてはいろいろ、まあ、Kブログができないような関数があったりとか、まあできないように定義されている関数があったりとか、まあ、あるいは、インラインドになっている関数があるとか、まあ、そういう一部の例外があるんですけれども、基本的に、まあ、カーネル空間もそうですし、ユーザー空間もそうですし、すべての関数があります。で、もう少し、まあ、言葉を分解して細かく説明すると、まあ、ダイナミックという部分に含まれるのは、システムが動いている状態のシステムに対して、アタッチして観察することができます。いう意味であるとか、まあ、あるいは、あらかじめ、準備する必要がない。まあ、例えばソースコードに、ここにプロポイントを埋め込みたいみたいなことを、入れてなんかリビルドするとかっていう必要が基本的にないんですね。だからプレビルドで動いている、システムに対して後から活用ができるというのが大事なことなので、まあ、それって非常に柔軟であったりとか、まあ、アドホックな解析であったり、でもう一個トレーシングという言葉については、このシステム全体の、まあ、あるいは何か一つのプログラムの、振る舞いを見ることができます。で、まあ、さっきも言った通り、ある関数にアタッチしてみるということができるので、まあ、例えばその関連のサブシステムの中ですごいこうクリティカルなネットワークであるとか、ファイルシステムであるとか、スケジュールであるとか、まあ、バーチャルメモリーとか、まあ、システムコードであるし、まあ、あるいはビザプログラムのあるものであるとか、まあ、ユーザーライブラリのあるものであるとか、まあ、そういうものに対してやったりするという感じです。で、まあ、あるいは、まあ、トレースというのを関数にフォーカスしたトレースだけではなくて、まあ、あるいは、インターバルサンプリング的に、システムのこうスタッツを取って、まあ、その性能解析に使うというやり方であるとか、あるいは、こう関数のこう呼び出しのヒストリーをこうずっと取っていって、まあそのまあ、関数的な観点で、正しい処理を行っているかという見方をするとか、まあ、あるいはよく知らないソースコードを扱うときに、まあ、こういう仕組みで動いているんだということを理解できる、そういういろんな使い方が考えられます。で、まあ、エンビデッドの世界でなぜ今ダイナミックトレーシングを使うかというと、まあ、タイミング的にも非常に良くてですね、一つは、ダイナミックトレーシングを使う上で重要な機能というのはいくつかあるんですけれども、それが、まあ、AI 基地の観点で特に言うと、メインラインに今まさに入ったところ、4.6 とか 4.9 とかそれぐらいのところで重要な機能が入っていて、まあ、K プローブの AI 基地オーバーとか、まあ、DPF とか、その辺はもうすでに入ってますし、あと U プローブの AI 基地オーバーも 4.9 には残念ながら入れなかったんですけれども、もう間もなく入るくらいの状況。もう一つは、まあ、ダイナミックトレーシングのツールが今、すごく開発が活発になっていて、まあ、ツール自体は例えばシステムタップとか、まあ、パークとか皆さんもよくご存知のツールもあって、そういうものは10年とかすごい長い期間で運営されているんですけど、まあ、ここ 2,3 年の間に新しく出てきたツールとかというのもありますし、まあ、あとはその、EPF っていうのが、すごく新しい感じですので、まあ、これをに対応することによって結構こう新しいトレーシング機能が追加されたりとかという形ですごくこう実用的なことが使い道が増えているという面もありまして、今すごくどんどん使えるようになってきているという面があります。でそれから、アドバンテージ
まあ、何が嬉しいかというところなんですけども、まあ、クイックリアでクリアって書いてあるんですけど、まあ、すぐに、難しい問題であっても、まずその、一時解析的にこう問題で切り分けをするというかというところが、まあ、スムーズにできるので、まあ、結果的に問題の解析がすごく早くできますというところであるとか、あとはそのさっき言ったようにソースコードの扱うソースコードの量が非常に膨大なんで、まあ、ビルド系とかでこう埋めてビルドして探すとかっていうのももちろんできるんですけども、まあ、そういうことをしなくて済む、そうそういじらずに、ツールを後から適用できるというのは、まあ、そこが、コスト的な面でメリットを持つというあたりもモチベーションになります。ということで、どういうことができるのか、ダイナミックトレーシングのツールを使うと、まあ、どういうことができるかという、簡単なご紹介をしたいと思います。問題解析をするとか、まあ、システムの、状態を見るとかというときに、Linux で使えるツールっていうのは、まあ、とてもたくさんありまして、まあ、こう過去からこう脈々と Linux の世界とかからこう引き継がれてきたものとかがあるんですけど、まあ、結構、多くのツールっていうのは、トラディショナル、まあ、昔からあるツールっていうのが多いですね。で、今もよく使われているものが多いと思います。例えば、まあ、トップであるとか、PS とか、まあ、フリーとか、BN スタートとか、ASOS とか、S2S とか、まあ、いろいろ、まあ、今も現役で使われているんですけれども、まあ、こういうツールっていうのは、この絵に書かれている通り、基本的には、一つの、目的、まあ、シングルパワーポーズの、ために、開発されているツールで、で、まあ、完全になんかの中でどこか特定のサブシステムに対して、まあ、オブザーブリティ、ある、特定の、サブシステムの振る舞いを見るということが可能になります。まあ、そういう機能を基本的に提供しているものなんですけれども、ダイナミックプレッシングツールというのも、まあ、いろいろタイプはあるんですけれども、総じて言うと、まあ、限定的なサブシステムだけではなくて、まあ、全体的に独自のアタッチできるという性能を持っているので、まあ、そのアドホックさが高かったりとか、まあ、柔軟性が非常に優れています。ちょっと話の方向性が変わって、ダイナミックトレーシングというのは、まあ、そのカーネルの中でいろんな、フレームワーク、うん、そうですね、カーネルの中の、まあ、いろんな機能を使って動いてるんですけども、まあ、例えばトレースポイントであるとか、K プローブであるとか、U プローブであるとか、まあ、F トレースはちょっとフレームワークとちょっと違うかもしれないですけど、まあ、F トレースはこう一応含めてます。あと、まあ、パワーフリーメニューであるとか、あと BPL であるとか、まあ、こういった機能を使いながら、ダイナミックトレーシングというのが動いてるんですけども、で、まあ、多くのものはこれは、そんなに新しい機能ではなくて、でただ一番下に書いてある BPF というのは、まあ歴史としては結構長いんですけども、その、64ビットに対応したいわゆる EBPF という、形で、まあ、柔軟性というか使い勝手が増して、そのトレーシングに非常に有用であるという形で、注目されて、メインラインに入ったというのが、つい最近になります。で、まあ、多分こういうツールがあって、BPF これから紹介しますって。
そうですね。じゃあ、これは早めです。何を言っちゃうか。大丈夫、よくわかります。あの、プレゼンテーション資料が英語だと、何書いてあるのか、結果的に分かんなくなります。次めくってみたら思い出します。次は全然また違うから。ですね、BPF を使う と、まあ、BPF というのは、カーネル内のバーチャルマシンって、言っても言うことはできるんですけども、まあ、ユーザーがプログラムしたコードを、BPF のバイトコードにコンパイルして、まあ、それをカーネルの中で、ユーザーのプログラムを実行することができます。で、これらの、 ダイナミックトレーシング の、 フレームワークを組み合わせて使うことができて、まあ、ある関数の中に入ったときに、アタッチしていたこの BPF のプログラムをトリガーかけて動かすとかってことができるんで、これらの、フレームワークと組み合わせて使うことによって、これを組み合わせて使うことによって、例えば、カーネルの中でこの、まあ、全部 の、 データをユーザー空間にダンプして、それをユーザー空間でサマライズするんじゃなくて、カーネルの中でサマライズしてからユーザー空間にダンプするということを例えばできます。で、まあ、そういう使い方をすることによって、カーネルの中からユーザー空間にデータをダンプするというのはさらに大きいなオーバーヘッドなので、それを、カーネルの中でやって、ダンプするデータの部分を切断することによって、トレーシングの、効率が上がります。で、トレーシングの効率が上がると、まあ、今までその、クリティカルなカーネルの中のサブシステム、ここはすごく見たかったんだけれども、でもそこは、まあ、呼び出される回数があまりにも多いんで、そこにオーバーヘッドのでかい処理を突っ込んでしまうと、もうトレーシングが意味をなさなくなると、まあ、そういうような課題を、BPF を使って解決できるというのが、メリットになっていて、まあ、今までここのサブシステム見たかったんだけど見えなかったというようなところを、BPF を使って解決することで新しく見れるようになったというのがすごい、そういうツールが多いですというのが言いたかったです。すいません。はい、ちょっと話の流れがいいと思うんですが、もう一個ですね、ちょっと差し込んでしまうんですが、いくつか、ダイナミックトレーシングツールの、種類というのがあって、これをちょっと先に説明しないと、ちょっと混乱されるかと思ったので、これを言ってるんですけども、3つに分けています。電気上、まあ、これすごい電気上なんですけど、3つに分けていて、1つ目が、プログラムできる、まあ、ツール。システムタップとか BCC とかプライというのは、まあ、自分の言語のを持っていたりとか、まあ、あるいは BCC とかっていうのは、まあ、Python とか Lua とか Go とか、まあ、いろんなフロントエンドの言語を持っていて、まあ、それで書いた、ツールを、まあ、このフレームワークの上で実行することができるという性質です。だから、まあ、すでに存在するようなツールをカスタマイズすることも可能ですし、まあ、自分で、新しいツールを書くということもで、2番目は、プログラムできないんだけれども、いろんなことができるツールですので、まあ、パワフルを例に挙げてるんですけれども、まあ、パワフルっていうのは、あんまりその、パワフルのスクリプトみたいなものを書くっていう、類のものではなくて、まあ、パワフルに、まあ、いろんな、コマンドラインのオプションを与えながら、使っていくことで、まあ、いろんな改正ができるというタイプに分類しています。で、3つ目、これはちょっとあまり皆さん聞いたことないかもしれませんが、パワフルツールっていうツールが、でこれは、まあ、Git のリポジトリとして1個のパフツールというリポジトリなんですけども、中に含まれるのはあまり関係性のないというか、独立したコマンドが、まあ、10個ぐらい入っていて、まあ、それを、シングルパフォースツールの集合として、まあ、していくと思います。で、実際、まあ、どういうコマンドがというか、ことができるものなのかという例なんですけれども、これはパーフツールに含まれるサブコマンドが、まあ、何ができますかという例になっていて、まあ、大体10個ちょっとぐらい、コマンドが含まれています。で、まあ、そんなに、まあ、多くはないんですけれども、まあ、そのパフォーマンス、パーフツールズというのは、まあ、名前、ごめんなさい、これ、パーフとは実は関係なくて、パーフツールズというちょっと似た名前の別のツールなんですけども、パフツールズは、まあ、名前の通りパフォーマンスの解析をメインに
フォーカスして、設計されていて、まあ、その数は多くないんですけども、まあ、パフォーマンスの解析をするには、まあ、ある意味十分かというくらいのツールだと思います。で、次は BCC という比較的新しいツールなんですけれども、よく見ると、このパフツールに含まれると同じ名前のコマンドが含まれたりするんですけれども、まあ、それはあの、作者も同じだと思うんですけれども、まあ、この中にはもっと、30個とか40個とかツールが含まれていて、ですごくこう活発に開発が続いているので、ちょっと1週間、2週間ぐらい経って見てみると、なんか10個ぐらいツールが増えたりもするんですけど、まだまだどんどん増えています。で、まあ、見ている通り、もほとんど ありとあらゆる解析ができるというふうに見えます。で、これらのコマンドの中から、実際に、どういうふうに、使ってどういう解析ができるのかという、例を、ご紹介します。1個目はオープンソネックというツールで、システムで、どういうファイルがオープンされたかというのをリアルタイムで見えたらいいかなとこう表示してくれるというツールで、S3 でも、まあ、同じようなことができるんじゃないかと思うんですけども、S3 と一つ違うのは、どれかのプロセスにアタッチしてみるという使い方ではなくて、システム全体でオープンされたものを設定で、まあ、横から見てるので進めるというのを見てみると思います。でまあ、もう一つ違うのは、ファイル名が文字列が表示されて、まあ、最近のエストレーズはこういう機能ついてますけれども、まあ非常に使い勝手がいいツールです。で、この例は、このターミナルとは別のターミナルで、まあ、ビルドのプロセスを動かしていて、まあ、GCC がどういう順番でファイルを表示したのかとか、次にコーヒーができたりとか、まあ、もっとずっと続くんですけども、まあ、こういう見方ができるので、まあ、ファイルに関連するような、問題の解析にすごく有用です。まあ、ビルドももちろんそうですし、まあ、例えば、コンフィグファイルをオープンするようなプロセスがなんか意図通りに動かないっていう、なんか全然違うコンフィグファイルを維持していたとか、まあ、あとはダイナミックリンクがうまくいかないとか、まあ、そういうような問題が出てくる有用なツールです。で、次は、オープンスヌープに入れていて、execスヌープという、まあ、見ている通り、execしたコマンドを見ていくことができるツールです。まあ、アーギュメントが全部見れるということですし、まあ、同じようにこれは、ビルドのプロセスのトレースを取っているんですけれども、まあ、どっかのコマンドが途中で、失敗している、まあ、ここはマイナスに出るんですけれども、まあ、どれかのコマンドが失敗しているみたいな、こう、なんか、短い、その生存期間が短いプロセスがなんかいっぱい実行されるような、時に問題が起きた時に、まあ、このツールを使ってそれを見やすいと思います。次はバイオスヌープっていう、これはちょっとエストレッチができないタイプの解析じゃないかなと思うんですけども、ブロックデバイスの IO のトレースですね。で、どのプロセスが、どのディスクにっていうのと、あとまあ、レイテンシーが出ているのと、あと、まあ、セクター、カットミサギのセクターとかサイズとか、そういう情報が出ています。で、ストレージ関連 の解析には何でも使えると思うんですけど、まあ、パフォーマンスの解析であるとか、あとは、まあ、ストレージのドライバーの問題の解析とか、まあ、そういうところも使えます。次はファンクグラフ。これは、関連の中の、関数の呼び出しをグラフで、チャイルド関数の呼び出しをずっと取り付けているので、まあ、F-Trace の、まあ、ちょっと使いやすくしたフロントエンドと思っているので差し支えないんですけど、この例で言うと、DoSys Open にプローブして、-M3 で、呼び出し、子供の呼び出しを 3段階目まで止めているという例になります。で、まあ、パネルの、問題解析するとき、まあ、全般的に使えますし、まあ、新しくそのなんかあるサブシステムの、作りを理解したいときとか、まあ、そういうときにもどういうふうにパネルが動いているかというのを見るときにすごく役に立ちます。それから、ファンクカウント、これは、パネルだけじゃなくて、ユーザースペースにも、使えるんですけれども、まあ、例では、バッシュの、まあ、セットで始まる関数名で、呼び出されているものをこう全部カウントして、
数え始めてからコントロールシール止めて、そのコントロールシール止めたまでのやつが全部出てきますけども、まあ、どの関数がたくさん呼ばれてるかっていう見方をしたりとか、まあ、あとある関数が期待処理に呼び出されてるかっていう見方をしたり、まあ、いろいろできるんですけど、主には、まあ、すごくたくさん呼ばれる関数を見つけ出して、まあそのパフォーマンスが CPU の使用時のが理由でそのパフォーマンスが悪い時とかに、まあ、どこに改善を入れたらいいかというのを絞り込むという理由です。次はトレースというツールで、これは結構何でもできるツールなんですけれども、これもユーザースペースにも、カーネルにもどちらにもアタッチできて、まあ、アーギュメントを表示したりとか、あとリターンバリューを表示したりとか、あと例には書いてないんですけど、ある、関数が呼ばれた時のスタックトレースを全部出す、カーネルのスタックトレースも出して、ユーザースペースのスタックトレースも出して全部つなげて出すということもできるので、まあ、どういうふうに、そこにたどり着いたかというのも分かります。あとは、結果を出す出さないので条件を指定することもできるので、まあ僕が使うのはその IO コントロールのナンバーの状態を受けるというか、まあ、これはそうですね、リードのサイズが大きいものだけに絞って表示するというか、いろんなことがあります。でフレームグラフは、まあ、ブラウザとかにもこれは、取り込まれていたんですけど、使ったことある人は結構多いかもしれないんですけども、まあ、あるプロセスの、スタックトレースをこう、時系列でこう表示したりとか、まあ、プロセス的ではなくてシステム全体で取ることもできますし、あと Java とか Python とかそういうインタープリターの中 その関数の呼び出しも対応してたりするので、まあその、なんだろう、まあ、ある関数呼び出しの先で、まあそのなんだろう、まあ、関数がちゃんと正しく動いてるかっていう、このなんかざっくりしたテストに使ったりとか、まあ、あるいは、これは時系列になっているので、まあ、ここの区間がすごく長いんで、なんかパフォーマンスが悪いときにここの処理に時間がかかっているとか、まあ、この例にはないんですけど、その、オン CPU タイムの、トレースで、まあ、同じようにその、オフ CPU タイムのトレースを取ることができて、まあ、どこでブロックされていて、まあ、何が原因でそのブロックが解けたのか、まあ、そういう見方もできるので、そうですね、まあ、プロセスが遅延するとか、そういう問題の解析にすごく役に立ちます。もう本当にたくさんツールがあって紹介しきれないので、あとはまとめちゃってるんですけれども、この辺の、まあ、今まで紹介したのは全部 BCC の、1個だけパーフツールのやつありますけど、ここが全部 BCC のところで、ぜひ興味がある方は、ぜひプロジェクトのページを見てみてください。はい、で次は、最近ツールがどういうふうに提唱されていて、良いツールが全部ありますかというオーバービューの話です。さっきも説明したんですけど、パンツールというツールは、ブレンダン・グレックという、人が一人で、開発しているツールで、残念ながら開発は多分終わっています。で、さっき言った BCC の方に、ここで開発したツールをコーティングしてしまっています。でただ、まあ、これは未だに僕としては結構有用なツールだと思っていて、まあ、一つ良い点としてはその、依存関係が非常に少ない、もう、バッシュのスクリプトで書かれていて、で基本的にその、カーネルのシスフェースとかそういうインターフェースを自家的で動かしていて、まあ、多くだけあればあとは動くみたいなもので、なんか他のツールをなんかコーティングして動かすっていうのがうまくいかないときに、まずこのツールから動かし始めるというのが非常にいいんじゃないかと思います。で、まあ、一方でちょっと問題があるのは、まあ、例えばシスコールの名前とか、あとレジスターの名前とか、そういうのがインテルのアーキテクチャ決め打ちで書かれているので、まあ、あまりそのアームとかで使われることを想定したいんだと思うんですけど、だから、その、踏み込みで使うときとかは、その辺をキャンセルしてあります。で、ちょっとスクリプトの例。結構、さっき紹介したオープンスヌークが、パーフツールにどういうふうに実装されているかっていうので、5分の1ぐらいしか表示できない、かなり長い、スクリプトなんですけれども、まあ、やってることは結構単純で、
まあ、プロムポイントを文字列で作って、この文字列を、これは、スラシス、スラ、カーネルスラ、デバッグスラトレーシングの下に、ケープログラムに立てつがあるので、ここにエコーして、プロムポイントを作ってやって、で、出てきた出力をオープンでフィルタリングして出します。で次はシステムタップです。システムタップは僕は個人的にすごく好きで、まあ、何が好きかというと、言語は好きなんですけど、すごい使いやすい。ちょっと平松さんが言っているので、ちょっと間違ってたのを指摘してくれて構わないですけど、僕はすごく好きだったので、結構ポーティングもですね、BCC に移ったのは本当につい最近1ヶ月、2ヶ月ぐらいの話で、ずっとシステムタップのポーティングとかなんか、パブリックスをいろいろやってたんですけども、言語は本当にとにかくいいです。で、言語自体もそのアーキの依存性とかも低いですし、まあ、読んですぐに理解できるような言語なんで、使い方がとてもいいっていうと、あと、システムタップは、翌年で、AI 教訓版もリリースされていて、まあ、すぐ流動して使うことができるので、その辺もメリットと思います。で、一方ですね、ちょっとあれですけど、ちょっとデメリットも大きいなと思って、結構使い込んだからこそ見えたかもしれないけど、デメリットも大きいなと思っていて、まずビルドの時間が長いんです。システムタップは、スクリプトとランタイム、インクルードしてるランタイムと全部こう、一回カーネルのモジュールにビルドして、ロードして動かすっていうので、まあ、そこ のプロセスがすごい長いですっていうのと、あと、まあ、リアルティブではなくて、カーネルモジュールなんで、ユーザーのスクリプトをカーネルモジュールを落ちたんで、変なスクリプト書くとすぐパニックしますので、その辺でちょっと使いにくさもあります。ですが、強力です。で、一つ私が期待しているのは、最近BPF サポートっていうなんかシステムタップのブランチが磯目ができていて、で、なんかちょっと途中で止まってるっぽいんですけど、一応なんかハローワールドぐらいは動くものが今ありまして、でこれがもしメインメニューに回りされると、この辺は解けるんじゃないかなという、まあ、特に下のカネルモジュールとして動くっていうところはなくなるんで。上のビルドの方ももしかしたら入ってくるんじゃないかということをすごく期待しています。これは、実は、ね、同じオープンスネークのスクリプトですけど、本当に 10行もないぐらい、すごいこうシンプルな内容で、まあ、でも UID 出して、PID 出して、ファイル名出してという、まあ、同じ機能がこんなにシンプルに実装できます。で次は BCC です。BCC は本当にすごく今盛り上がっていて、まあ、ただ組み込み収納ではもちろんなくて、主にインテル その、まあ、サーバーとかですね、そういうところの、パフォーマンスの解析に使われているので、ちょっと組み込みに持ってくるにはいろいろまだ問題があったりもするんですけれども、まあ、デベロップメントが本当にアクティブで、まずそこはいいですねというと、あとBPF に関して、まあ、BPF の持っている機能に基本的に全て対応しているというのは、今のところ、まあ、それで実用的なレベルになっているというのは、今のところ BCC しかないと私も知る範囲では、ああ、ごめんなさい、パートがあります。そうです。ありがとうございます。はい。で、そうです。プログラマブルで BPF 対応しているというのは、今のところ BCC かな。で、あと、フロントエンドに関しても、まあ、Python、まあ、Python メインなんですけど、Lua も使えるし、あと最近 Go も使いましてるし、まあ、C++ も使いますし、まあ、そういういろんな、フレームワークに対して柔軟性もあります。あと、大きいのは、この、同梱してるスクリプトがすごくたくさんあって、まあ、一個一個結構実用的なレベルで使えるもので、そうですね、プログラマブルでないツールっていうのは、結構こうその最初にこう使い始めるときは難しいと思っていて、なんかいろいろオプションがあるんだけど、まあ、どれをどういうふうに使うと、どういうことができるのか分かりにくいっていうデメリットがあるなと感じてるんですけど、こういうやっぱりすぐ使えるスクリプトが、まあ、さっき見たオープンセンとかエグゼクスヌみたいな、名前でどういう用途ですぐ使えるのか、まあ、とりあえずこれ叩いてみるかで気になると思います。最初に使い始めるときにすごくハードルが高くていいというのかなと思います。
で、一方でですね、BCC はシステム各国ほど言語がまだ洗練されていなくてですね、結構書くの大変です。で、そこはちょっと今後課題になるんじゃないかなと。実際今たくさん書かれてる人も、まだその、なんでしょうね、ランタイムをインフルートするみたいな仕組みがないんで、たくさんのスクリプトも同じようなコードが書いたりとかして、ちょっとだんだんカオスになってきてるんで、まあ、その辺はちょっとどうなるのかなというのを注目しています。あと、同じようにまだ組み込みがあまり使われてないんで、スクリプトの中にちょろっとそのインテグラルテクチャに対する依存があったりとかして、アームではうまく動かないというケースがあります。はい、で、これ BCC のスクリプトの例で、オープンスネットではないんですけれども、まあ、VFS 関連の、関数の呼び出しをトレースして、カウントして出力するというスクリプトですね。この、ヒアドキュメントで書かれている部分が、BPF のプログラムです。で、BPF のプログラムは C のソースで書かないといけないので、ここだけ C になっていて、で、これを、VFS なんちゃらっていう関数に、K プログがアタッチして、で、ここが呼ばれたときに、まあ、これが実行されます。あと、まあ、その、まあ、なんか例外の処理とか、まあ、最後に出力する処理が、返せます。次はプライというツールです。これはまだ、かなり新しいというか、ちゃんと軌道にまだ乗ってないツールなんですけれども、まあ、さっき言った BCC の問題というのを解決しようとしていたツールで、BPF に対応しながら、ハイレベルな言語を提供するという目的で作られているツールで、すごく、期待をしています。ただ、まあ、ちょっと実にちょっと遠いっていうのが、作者さんの一人でこれ開発、基本一人で開発されてて、コントリビューターもまだいない、ほとんどいないように見えるので、すごく開発が遅いっていうのと、まあ、あと、AI 記録、ARM には対応してるみたいなんですけど、AI 記録にはまだ対応してないんで、まあ、ちょっと AI 記録読んで実用するっていうのに対してはまだだいぶ遠いな、ちょっと手を出してみたいと思いながら、なかなか時間が取れないという感じで、僕も参加できてないんですけれども、まあ、すごく注目しているツールです。で、これは、スクリプトの例と、その出力が並んでるんですけども、左の中はほぼワンライナーみたいな内容で、シスコールに全部にプローブして、サマライズして表示するということになります。これが本当に使えるようになったらいいなという期待になっています。最後は、パワフルです。正直に申し上げて僕はまだパワフルを使いこなしていなくて、ちょっと使いにくいですねっていう結論で終わってるんですけど、平松さんが言うとちょっとできる限り持ち上げようと思うんですけど、いや、でも本当にメリットはいろいろあって、一番大きいのは Linux のツリーに入ってる。Linux のツリーに入ってるんで、強力にメンテナンスされていて、いつでもステーブルに使うことができるというのがまず大きなメリットで、なおかつ Linux64 ももちろん対応してるんです。で、あと、この辺が使いこなしているところなんですけど、まあ、いろいろ多分他のツールでできないような、まあ、特にハードウェア寄りのところですね、機能がすごく充実しているので、パフォーマンスモニタリング A とも使って、なんかその CPU のスタッツを見たりとか、そういう一歩進んだ使い方があります。であと BPF のサポートもしているんですけど、僕の理解の範囲では、一回ビルドしてから落としてやらないといけない。いや、最近バックエンドの CRAM っていうのを、そうですね、ランドのファストコースやると C エンドのロスコードを落とせるので、そうですね、そこにまだちょっとギャチャッと出ちゃってうまく動かないなと思ってやめてもらった。はい、それができるようになったらもう使いやすい。はい、で、まあうまく使いこなせてない理由をここに無理やり書いてるんですけどまあ、パークにも、実は、あれですね、なんかトレースとか、サブコマンドを作ろうとしてたことが、パークの中にトレースってサブコマンドがあります。一応、あれはありますけど、パークのトレースは、なんていうか、S トレースを置き換えるためのやつで、あんまり関係ないんですけど、それではなくて、スクリプトっていうのがなんか、
て、ただパークのモノスクリプトは、トレースした後のダンプデータをどうやって解析するかっていうところを別に考えてるわけです。はい、DBA の方は逆にイベントの代わりに突っ込んで、直接いきますね。BCC よりもパークの方が点を優れてるのが、ETF のサポートの中で、リスクを取れるっていう話なんです。はい、はい、はい、はい。リラックス情報の解析がパークにしかついてないので、BCC スタート代、レジスターをそのまま使えてなくて、はい、超面倒くさいっていうのがあります。はい、はい、その通りです。まあコマンドラインから使おうとすると結構、パーフレコース、パーフレコースというか、まあ、そのパーフにいろんな、オプションを与えてレコースする、まあ、いろんな使い方があるんですけど、結構、キーストロークが多くあるので、まあ、そこでちょっと時間がかかって自分ではまだそのうまく使いこなせないなというところがで、いろいろちょっと誤解を含んでそうなサムリなんですけれども、まず5つしか、その発表の時間の関係とかで5つしか紹介してないんですけど、もちろんこれ以外にたくさんツールがありますっていうのと、まあそのグッドとか書いてるのは全部私の個人的な見解ですっていう、まあ、前提で聞いていただきたいんですが、まあ、今の時点で個人的にいい調子だと思っているのが BCC です。プログラマーズでかつ BPF に対応して全然使いやすいというところを買ってるに使っています。で、いつ発表されてるんですか？3週間ぐらい前。3週間ぐらい前。ちょうど、多分パーフの方のアームの用サポートはそのぐらいに入ってます。はい、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 はい。BPF のサポートはそれまでおかしい。はい、はい、はい。はい、はい。ギリギリまで追ってたんですけど、うまく動かせなかったのと、その辺とで、はい、なるほど、断念して、ちょっといろいろ動かした書き方になっているんですが、だから、パートに関しては、ちょっと私の調査が足りないところなので、ここはちょっとあまり先入観を持たずに見ていただきたいと思います。はい、で、次は、コーティングの事例の紹介です。あの時も言った通り、本当はシステムタップが一番時間をかけてパッチもいっぱい書いていて、それを発表に使おうかなと思ったんですけど、まあ、その BCC の方が、まあ、見込みがありそうで、これから個人的にも使っていきたいというふうに、ちょっと途中で方針が変わったのと、あとちょっと立ちがいろいろ汚いんで、システムタップに関しては、まだ、共有していません。BCC と、あともう一個、今日は紹介しないんですけど、パフィツールに関しては、まあ、ほんの少しですけど、ね、書いてるパッチを書いてる、GitHub の私のコーチの方に入れていて、まあ、これからできればコントリビューションしていきたいなと思っています。ポーティングに使ったのは、メンサーさんのサルバトル X というデバイスの動画です。で、カーネルは、まあ、新しい方が良かったので、4.9 版の、同じくメンサーさんがメンテナンスされている、4.9 の時点ではまだ UFO ですが、レイヤー系を対応していないので、別のパッチを取り込みしてもらって、レッドハットの人です。レッドハットの人が、メンテナンスしているこの、パッチを解析しました。これは僕が追加しているカネコンフィグなんですけれども、BCC だけじゃなく、全部のツールで共通の、コンフィグを使っているので、BCC の観点で言うと多分関係ない、コンフィグにちょっと曲がってしまって。で、他の、開発環境なんですが、まあ、基本的に普通のものなんですけれども、1個が重要だったのが、つい最近変わっちゃったんですけど、これ重要だったのが、64ビットのライブラリーがリブレを送るというところに書いてあるんですね。このレーザーさんの横のユーザーランドの上に構築してるんですけども、32ビットがリブで、64ビットがリブレを送るに入っているので、この、まあ、これいわゆるマルチリブサポートなんですけど、マルチリブサポートっていうのは結構いろんな OSS に中途半端に入っていたり、もっと入ってなかったりとかしていて、オープンソースを利用するときとかよくトラブルなので、ここの対応が、いりますというのが一つ発表のポイントだったんですけど、最近変わって、なんか
リブに戻ってしまったので、はい、不要になりました。はい、で、石市のバージョンが、この当時の最新で、つい最近バスのオマージュしたんですけど、それでも同じ手順でビルドできたので、最新でも大丈夫だと思います。はい、で、依存関係の中では、Python は、オプションなんですけれども、これは使った方がいいです。はい、で、ステップとしては、BCC をビルドする前に、まず LLVMC ラングを、クロスでビルドする必要があります。BCC は、UC ラングで、スタティックで、リンクして使っていますので、こいつをクロスでビルドする必要があります。で、あとは、私が修正したのは、ほとんど全てワークアラウンドだけなんですけども、修正した内容のパッチも紹介します。LLVMC ランクは 3.9.1 を使いました。この通りにやるとビルドできるよっていうつもりで書いたんで、すごくバーボーズすぎる情報なんですけども、こういう手順で、チェックアウトしてくださいという内容です。で、クロスコンパイルするときの、CMake のオプションです。結構 CMake のオプションが自分が CMake はあまり慣れてないのもあって、結構はまりやすいところで、全部書いています。で、LLVM の、ビルドしたことある方、きっとすごく多いと思うんですけど、もし初めてやられる方がいる場合は、多分パラレルでビルドしない方がいいです。リンクの時にすごいメモリを食って、1個あたりなんか2ギガとか3ギガとかそれぐらい食ってしまうので、パラレルでやると結構、うるうるしみます。で、LLVM のビルドが終わった後に次、BCC のビルドなんですけど、このオプションは大体同じです。LLVM も、固有のオプションが少しあったんですけど、それがなくなるぐらいの差です。で、BCC のビルドの途中で、最初のエラーが出ましたところがあり、で、これが、さっき言ったそのマルチリブの対応の問題で、参照先がユーザーリブになっていて、実際はユーザーリブのビルドに置かれているので、CMake も修正しなきゃいけないという内容でした。で、パッチ、これは自分の書いたパッチで GitHub に入ってるんですけど、Lib64 かどうかっていう、これ CMake でよく使われるという原理なんですけど、Lib64 かどうかっていう処理を追加して、Lib64 の時に、パスを切り替えて、こういう簡単な、処理をして、あとは CMake にこのオプションを加えると、Lib64 に。次がですね、これも BCC のビルドの問題なんですが、ビルド自体は次は通ってるんですけど、BCC のサンプルのスクリプトスクリプトじゃないですね、バイナリーを実行処理すると、リンクしているライブラリの方でエラーを書いて、リンクアプリと始めるスクリプトのエラーメッセージが出ると。で、これは、必要なモジュールが、C ラングの必要なモジュールが全部リンクされていないというので、2段階で修正してやる必要が実はあります。LLVM C ラングの時点で、必要なモジュールが、BPF のモジュールが全部ビルドされていないというのがあるのと、仮にこれがビルドされていたとしても、次に BCC がそいつをリンクしてくれないという問題が2つありました。で、1個目の、LLVM C ラングの問題は、世の中によくあるクロスコンパイルの手順を見ながら、この LLVM ターゲットアーキと LLVM ターゲットビルドというオプションを指定したんですけど、AIRQ64 向けに使いますという、イコール AIRQ64 というのを書いてしまうと、そのアーキに直接関係ないモジュールが全部省かれてしまって、結果的に BPF のモジュールがビルドされないと。してしまったので、今回はちょっと一般的な目的とちょっと違うようなビルドしたので、これをなくして、代わりにデフォルトターゲットクリックルっていうのを与えてやることで、全部の、ターゲットに対応した、LLVMC ラングのモジュールができて、でその中で、実行したときにデフォルトでこのターゲットがという感じになったので、これで解決できました。
次はすごい、すごい広い修正なんですけど、BCC 側で必要なモジュール全部リンクできクロスの時にうまくリンクできないという問題を解決できる、ちゃんと解決することが、技術の発表の日までできなかったので、これは全部リンクするっていう一部を足していて、これをするともうなんか必要のないモジュールも全部リンクし、すごい BCC のバイナリーがでかくなっちゃうんですけども、結果書としてこれは入れています。で、修正すると言ってまだしてないんですが、それは近づいて修正をします。でここまでいくと、ハローワールドが動くようになっていて、でまあ、同時に、ほとんど、次にですね、ビルドの問題はなくなったんですけれども、事故時にまだなんか別のエラーが出るという状態になって、インドラセンの、BPF がですね、インドラセンをコンパイルできないよというエラーがあったんですね。でこれどんなインドラセンが問題になっているのか、この瞬間は全然分からなかったんですけど、いろいろ調べてみると、バイオバイザーの、メーリングリストにこの問題で困っている人がいて、どうもこの、カーネルの側が問題ですと、カーネルヘッドの中の、インドラセンを、ビルドしようとして弾いてしまっているという問題でした。でまあ、これが実際その、インドラセンで、マクロの定義をしているんです。アセムの、マクロの定義をしているんですけども、ここは実際に、BPF の、コードを実装するべきに必要な部分ではなくて、この先 の、 PDLibs とかの、定義が必要なだけなので、これもすごい汚い修正なんですけれども、シーリングでビルドしたときにここを読まないという、イテレフ入れてやると、ビルドが通るという状態になっているので、今はとりあえず、私のコンピューターでビルドしています。で、これの修正も取り組もうかなと思っているところだったんですけれども、つい最近、GitHub に、この修正らしきプルエクスを上げている人が一人いまして、ただ、ちょっといろいろ問題があって、なんか今弾かれちゃったんですけど、ちょっとその人の対応を見ながら、ちょっと、どこで横配置しようかなというふうに考えて、でここまで修正すると、ようやく BCC の、スクリプトがターゲットボード上で動くようになって、ハローワールドで動きました。まあ、全部で、すごいたくさんここまで終わるんですけど、ざっと見る範囲では、まあ、半分以上のスクリプトがこれで動くようになっています。でただ、さっき言ったようにその、スクリプトによって、インテルのアーキテクチャの中で移動しているケースがあって、まあ、そういうスクリプトは、うまくいかないものがあるので、まあ、こういうのをどう修正しますかという例を聞いています。オープンスルートがうまく動かないのは、これはクロームのポイントが間違っていて、まあ、結構トレースをやってると変わられたんですけど、まあ、シスコの名前が違うので、UCK で呼んでるときはこれはあんまり気にしなくていいんですけど、直に、カーネルにプログラムをすると、このシスオープンとシスオープンとなっているというのが、リアキログのときはシスオープンであってシスオープンとなと呼ばれているというところをケアしなきゃいけない。で、ちょっと字が小さくて読みにくいと思うんですが、これが修正の形で、ここが、シスオープンに、プローブしている、ポイントなんですけれども、パンマさんですけれども、シスオープンに、組ませている BPL のソースコードのことなんですけれども、ここで引数の型がですね、シスオープンとシスオープンと変わってしまうので、ここを、切り替えるために、置き換えるためのモジュールを入れて、で、スクリプトの中では UName を呼んで、エア記録用のアーキの場合だけ、プロポイントをシスオープンからシスオープンに切り替えて、でここの引数の型もよく引数を1個増やして、引数の型を合わせてからプロポイントするというような修正を入れました。これを入れることによって、オープンスルートもちゃんと入れていきます。はい、ということで、ちょっとまだスクリプトの修正を、まあ、ちょっといろいろやろうとしてるんで、なかなかちょっとこれ実は私の個人プロジェクトにして手がですね、ほとんどないので、
いろいろやりたいと思いながらまだいろいろできてないんですけども、これ以外のスクリプトもいろいろこうテストして、うまくいかないやつは修正を投稿したいなと思っております。はい、で、まとめです、まあ、エア記録に限らずですね、まあ、ちょっとこういう感じでコーディングできるっていうなんか大まかなところは掴んでいただけたかなと思うので、ぜひ皆さんの行動の上でダイナミックトレーシングツールのなんかどれかを動かしてもらえると嬉しいなと思います。で、もしよければ私の GitHub で聞いて使っていただいたりとか、なんかこれうまく動かないよというのはフィードバックもらえるとすごく嬉しいです。で、パフも含めて、ここに挙げている4つのツールは特に、使い手がいいんじゃないかと思っているツールなので、ぜひ試してみてください。で、次に、来てほしいの。来るというか、来てほしいのは、BPF が使えて、かつ、タイムラグリッジが備えているツールというのが来てほしくて、まあ、今の感じでいくと、もしかしたら BCC がそういう改善するかもしれないし、まあ、パフが、そういうインターフェースを作るかもしれないし、まあ、システム立てるサポートしてくれるかもしれないし、もしかしたらプライドが来るかもしれない。まあ、全部注目していきたいと思います。で、個人的には、まあ、BCC の今やりかけているところを、しっかり、やりきると、スクリプトのテストと修正して、コンテンビューションしていきたいと思っています。あとは、まあ今回 AI 機を送るだけになってしまったので、AMV なのもまだうちの会社の中にプロジェクトが生きているので、まあ、そっちの方にも活用してみたいなと思っています。リファレンスちょっと分離してないんですけれども、もしダイナミックトレーシングに興味のある方がいらっしゃったら、一番上のグリーンブレックのホームページはぜひ見ていただいた方がいいです。僕の発表は彼の発表に焼き直しみたいなものですけど、すごい人なんで、ぜひ見たいと思います。はい、以上です。何かご質問ある方でしょうか。いいですか。AR とか言わないですけど、3.10 の代わりで、トレースとかスプレースとか、まあ、パーツ動かしてより性能改善、古い、自社で持ってるいけてないソースの方が古い性能改善だったりとか、古いタイプをするんですけど、スキルで使うと、やっぱオーバーヘッドしていて、例えば不具合が再現したくなっちゃったりとかっていうのが結構苦しいんですけど、さっきのツールの中で、そのオーバーヘッドの多分、なんか紹介があると思うんですけど、そこって、なんか、営業って言ったらあれですけど、ローとハイとかって、例えば どう違うというか。まあ、一概には言えない。例えば、エストレスっていうのはオーバーヘッドのかなり大きい図で、ピートレスでも使われるんですけど、エストレスと同じ解析を、もっとオーバーヘッド少なくするっていうのは、確実にできます。でさっきおっしゃったパーツもそうですし、あと、まあ、BCC の中のパーツもそういう性質を持っていて、まあ使っているカーネルのバックエンドによってやっぱりオーバーヘッドが違うので、ピートレスではなくて、まあ、ケープログスとか、パブイベントとか、あとまあそこにさらに BPS とかにサマライズしたりとか、そういうことでオーバーヘッドを下げるかもしれない。ちなみにどのくらいのオーバーヘッドを禁止されてますか？1リットあたりとかで、ちょっと、例えば3セカンド、マイクロセカンドのオーダーで、ズレっては止まるとか。理解によって違うんですけど、例えばなんかタイミングによって打ってるようなやつだと、うん、その、まあ言うてもミリセカンドのオーダーだと思うんですけど、ミリセカンドオーダーだと、ピートレースっていうのは、つまりベストレースとかを使うと、そのぐらいの遅延がしますけど、はい、他のやつとか大体全部同じぐらいですね。マイクロセカンドオーダーになります。本当にネットワークのソケットで、普通に次が BPS 出すような環境で、はい、ずれちゃいけないって言ったときだけ、BCC ぐらい早くないといけないとか言われることなんですよ。BPS ってのは、ネットワークのソケットの解析が最初のスタートなんで、最初から 10GBPS とかそういうところを対応してるんで、もしもしキャンでものすごい割り込みが入れたら、たぶん BPS になるかも。CPU の速度に見えますけど、あ、そうなんですけど、
あんまりそのいい CPU 使えない製品とかがあるとやっぱりツールに出すだけでパワー使っちゃってレースコンディションがそのあのツールを離すと起きなくなるというのはストレスくらいじゃないかなという個人的な気がするんですけどね。レストレスはちょっと本当にそういう面ではダメというか、うん、欠点なんですね。MKS とか BCC、だいたい誘導するのにどのくらいパワーつきますか？リソース、メモリーとか、ディスクスペースとか。どっちですか？ツール自体ですか？ツール自体。ツール自体はですね、BCC はそうでもなくて、ただあの BCC は C ラム あのライブラリをリンクしに行くんで、その時にすごいガッツリくるんですけど、BCC は、僕の PC もそんなにいいものではないんですけど、でも並列ビルドしなくても、3分くらいで、今 BCC で構築されてましたけど、あれって ARM の不要の環境に構築したっていう形ですよね。はい。だから BCC コマンド自体ターゲット向けで構築されてますよ。そうです。それがどのくらい、まあ、あのスクリプトを実行するのに入るオーバーヘッドというか、リソースってどのくらいかかりますか？ですね、結局だからその、ライブラリーを戻して、そのケープログスのポイントにアタッチして動き始めるまでっていうことですよね。すっかり早いです、ね。100ミリ秒とか200ミリ秒とか、そんなにじゃないですかね。いや、それはもちろんスクリプトによると思うんですけど、でも今のところ全部そんなに遅いなって感じです。システムタップの時は、まあ、秒後だね、普通に。ただスクリプト書くのは結構大変なんで、まだ現代仕様も変わってきそうな雰囲気があるんで、がっつりやると後悔するかもしれないですけど。ますけれども、BCC はやっぱりパフォーマンスにかなり寄っているの で、 で、ね、できないことが多いです。ハーフはやっぱり結構何でもできます。うん、バンクローブを使って実際にダイナミックトレース、ダイナミックミストラジオにイベントを送って打ち出したら結構いろんなことができる。ちょっと思ってたのはその、僕も初めシステムバックの開発から始めたんですけど、はい、BCC もシステムタップも D プレスもそうなんですけど、プログラミングのなんでいけるインターフェースがあるって言ってるんですけど、ログインプログラミングがないインターフェースがないんですよ。プログラミングレスに使えないっていう問題があって、必ずプログラム書かないといけないっていうのが、インタラクティブにデバッグしてるときにすごい面倒くさいっていう、はいはいはい、その通りです。アドバンストになっていくとみんなきっとパフに流れていくんだろうなと思うんですけど、最初の入り口としては、なんかパフのエキスパートには何を言うんでしょうか。普通に、まあ、ソースコードをターゲットソースコードを書けるとかデバッグするとかしていればそうですか。それは本当にその通りです、まあ、ただ一回作ってしまえばそれを使い回すのが楽になるので、うん、こういう見方っていうのを決めて、それを作ってね、やっぱり。あと、バージョン2本になってしまうことがあるんで、はい、入門したときの条件によるとか、アーキテクチャによるとか、決まりが大事なので、ここはちょっと。
はい、じゃあありがとうございました。